人は1、2、3、4、5、6。どうしよう、あ、もう座ってた。はい、ホウコウさんが2ピ側。2ライフ目ですね。ホウコウさんは魂の爪を最速で選択して強再起。ホウさんは両バイスまで決めて、やはり大活躍中のマイオ。ああ、しっかり開幕しゃがみしりを落とす。あ、今度はここ、まあ、見えるたびにはしっかりと勝利だからってうまく使い分けて、そうですね、使い分けてます。うわ、すごいところで当たった。ああ、これは先飛びになっている。しっかり飛び込みから痛い一撃。さあ、あと繋ぎを見せてしまう。さあ、そ、はい、そこの隙を逃さずおぼろまで入れて、さあ、しゃがみしりを釣ってしゃがみしをうまくする形で、そうですね、相手の動きを見つつ端攻めが継続されていく。さあ、ボロからジャックオニヤキ、ジャックオボロ、ジャックオボロ、スタートはだからいっぱい入るからね、もうゲールもガンガン溜まってますから。さあ、ジャックオシキうまく立ち回りで使ってますね。ガーされてもマイナス1、まあ、そうですね、いきなり出されたらまあ1段目2段目がレンガじゃないとはいえ、はい、あるのも結構難しいっていう。あ、一応マイナス1だから両側って3ないっけ、ないよね。しゃがみ C が3なんだっけ。そっか、じゃあ一応最速でこすれば勝てるのか。しかし奈落から禁止が刺さり、高校さんが先制。さあ、ここから前、おっと、これはちょっと遅い。さあ、うまい、ギリギリ知らない。まあ、ガーキャンでフィニッシュ。このゲームだと珍しいですね。ダメージ相当低いですもんね。4とかだっけ、最低ダメージか、うん、それなら納得ですね。さあ、マイ対サイキ、お互い飛び道が強いので、さあ、それを軸に、あー、 B を置いたのかな、今のは。うまく立ち B がかかって、ここを決めていく。これはどうすんだ、ノーゲージか、回収だ。ゲージを回収して3発から、さあ、立ち合いはつながらないが状況は非常にいい。さあ、今度は流しに行ったサイキだが投げられて切り返されてしまう。さあ、やはり リンゴさん、この立ち回りが強いキャラ合ってますね、非常に。飛び読みでしょうね。そうですね、飛び込みのジャンプ C、 打ち投げにならなかったもののジャンプ C でしっかりと落としていく。さあ、そして高校さんといえばこのキャラのような気がします。爪より、このキャラがまだ生きている以上まだ分かりませんからね。さあ、早めにガーキャンデンで切り返して、さあ、なんとかコンボを決めたいところ。だけど前の奥技が結構、そうです、相性はいいですよね。まあ、ここ一気に崩していく。 3C からの八乙女、バギトビ連携からユリよりきっちりガード。まあ、若干隙間があったからちゃんと警戒してます。そうですね、さあ投げていって、さあ、あー、さあ、リンゴさんの前がだいぶ活躍している。いやー、なっちゃうときついですね。まあ、大変そうでしたね。やっぱもうエンディー、うん、エンディーでやっぱり象徴ジャンプ落とされてからかなり、はい、近づくまでが大変そうという感じはありましたね。さあ、ショッキさんがこれは炎をベニマルファジャイ、まあ、メインの構成で来てます。さあ、両対炎より、
開幕お互い様子を見ながら、あっとマスクを空振りにしゃがみ最速で漏らしていく。さあ貢献を待ってず、まあ、固めていくものを、さあ伊織がどんどん接近していく。さあしゃがし、あーうまい、これは詐欺飛びの逆にタグ一気に落としていきました。さあヤンバラエンディリズムがいい。さあこれきっちりとジャガクの飛炎で反撃確定だね。確定ですね。決めていく。マイナス9ぐらいあるのかな。結構大きいっすもんね。8、9、10とかだったかな。8、9か。さあこれは確定か。前転にダッシュ、遠視うまくヒットしていく。さあこん、さあわー、強っ。足を残ってますね。さあしかしさすがにこの乗っかりを守るのは苦しいか。ガーキャンを使っていく。ノクラゼの小足はガードしている。ND で落として追っかけていくが、さすがに間に合わないか。ちょっと禁止が早すぎたみたいな感じはありました。はい。さあこの投げと小足の2択、これがもう純粋に強い。あ、投げ子がねやっぱ強いですよね。はい、ループするっていうのがやっぱ強いですね。そしてここで空投げめくりからリュエンブ、はい、もう上手い人でも食らってしまう。まあ今のは見えないですね。いやしかもガードしてなんか空中技もう一回出してもう一回中断ありますからね。はい、その後さらにこのムササビの舞を苦し紛れに出すとね、反撃しようとした結構苦しいですからね。いい連携なんですよね。しかも EX に変えると全然隙がないんで。あーなるほど。いやここでやっぱり遅らせ小足が入ってしまう。しかも飲んでいるので減る。柔らかい。ここは使う、もちろん酒が切れない。これは減るだろう。あー酒切れた。どうなのかな、どっちの方ですか。あー苦しい。それにしても苦しい。こうなっちゃうとフォアジャイはやっぱり苦しいですね。まあ、しかしゲージを溜めていく。ガードしてなんかもう小技が当たる前に近づきたい。まあなんとか相手のゲージを使ってここはガーキャンしてワンチャンあるか。あージャンプ禁止前が結構広いから合う状況を難しい。禁止にしたいんだけど禁止になるっていうのが結構多いんですよね。難しいですね。空中ぶっ飛ばしにするか立ち身にするか。はい、さあやはり前がかなり活躍しますね今日は本当に。あうまく投げていく。いや見えねえ。どうすんだこれ。あぶち飛ばし。いやーなんか本当は立ち回り苦しそうですねベニマルは。さあまあもちろん使うでしょう。切り返して出したから1、2、3、4、5、6。あーってない。大倉瀬小足からのいやいやり反動三段蹴り。さあ水降ってしまったもののしっかりとその後フォローしていく。さあ夢をつなぎましたねこれで。立ち回り的にはまあベニマルがやや有利で、なんだけど画面端これを1回取れば即死まで見えてくる。あーバル通し、もちろん画面端継続。いやー読んでる。さあこの位置からでも、うわーなぜか EX ランサー投げてこの後読み合い中断。あー今のは分かりづらい中断。最初に小足をやってもう一回、ね、いやー今のうまいですね。お見事。さあここで五郎さん登場。はい、さあここであとはケイさんとコックさん、はい、ひもじょうさんの3人だけですね。はい、さあ五郎さんは本キャラ、リンゴさんはまあもう前の飯を美味しすぎてもうやめられねえと麻薬みたいになってますけど、前の飯がうまいと使っていく。ここで引っかかる、ね、さあこの画面端いかに抜けていくか。さあ貢献は同時に出てしまうと判定が弱い。さあ見づらいステージ、フラッシュを打っていく。
常に動いてんだから。さあノリノリ、これでドライブキャンセルもちろん使っていく。おそらくまだピヨンないですね。ギリギリぐらいか。いや遅らせ、さあ使わせて、いやーガードが、うわ最後相打ちなんだけど。さあノリノリなところにノリノリな行動を合わせるが、不運にも相打ちとなって負けてしまう。さあジョーのドライブゲージいい感じになってますね。これはもう、ね、これがもうこの飯がと思ったら発動して、これは運べるか。いやミスる、歩いて投げ、前転から裏からコンボ見せる、そして画面端到達してしまう。これは逃げたいところ、ガキャンしてかかとから投げ外し EX、 うわーマジか、暴れ潰しになっている。これはもうもちろん使うでしょうね。ピオリまで行きます。あーギリギリ溜まったので、これはピオリか、はい、これはもうピオリ確定。ミスらなければバン、いやーミスらないですね。はい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 、 EX からかかと爆裂フィニッシュ、タイガーフィニッシュ、かかとフィニッシュ、タイガーフィニッシュ、フィニッシュ、ジャンプリと、あ減りますね。いやしかもやらしいですね今のね。はい、爆裂重ねからの壊し、あんな食らった後はもう動くよね、うん、さすがに動きたいよ、あれあんだけ長い時間拘束されてんだもん。どんだけやられるんだよというねはい、ここはニエジ使ってと思ったら、あれは軸がなんか逆になって出ないとかあるのかな。あー微妙ですね、どうなんですかね。まあよくありますからねこのゲームは。そうですね、これはなんとマイナス1もないないんですかね今のね。ちょっと遅れたのかもしれないけど、さあこれは使う、さあゴロゴロの城大爆発。さあこのキャラやっぱり強いですね、はい、いやー厳しい、あーっとちょっと寄ってたっぽいけど、ちょっと遅かったね。まあスプラッシュ読みだったかもしれないですね、もしかしたら。なるほど、同じポーズのフォアジャイ、スライディングからまあゼロゲージなんで、すかし投げ、さぎ飛びから大倉瀬、ゲージがない時のフォアはもう弱いですからね多分、はい、弱いです、弱いと思います、弱い、ね、本当に。あよこれはこれはもちろん拾って2ゲージハンドラでゲージ回収。さあうまあ EX が出ない、あースラも出ない、さあどっちも出ない。こっからすかし投げ、これはちょっと見えてきたか、わずかな希望が見えてくる。さあワンチャン掴んだリンゴ側対する、これ結構空対空やっぱりバイス側が有利と言われている組み合わせですので、まあ一回乗られてしまうとまあワンチャンありますね。これすかし投げ、やはり積極的に投げで崩していく、ジャンプシーン当たるが、いやここで暴れる。まあ今の拾っててもまあまだ死ななかったですからね。まあ死なないですけどね、まあちょっとその後の難しいところ状況がちょっと嫌な感じでしたね。そこで最速でしっかり暴れて、そうですね、もうちょっと減らしてから一発当てたかったのかもしれない。はい、さあこれで 1P 側を行くのは誰かな、ひもじょうさんかな。ひもじょうさんの2ライフ目、さあ残るは3、4試合ぐらいか。はい、ひもじょうさんがワンピー側です。まあおそらく本キャラになるんじゃないかな、ラルフ、クラグ、はい、さあ初手のクラーク対ジョー、これはどうなんだろうクラークは。まあ結構スラッシュの打ち方に気を使わないといけない組み合わせだと思うんですけども、さんはなんか苦い顔してますけど、結構な苦手なイメージちょっとありますねクラークね。まあこうなった時やっぱりジョーも守るものが、まあそうですよね、もうまあ苦しいですよね。はい、さあ走る走る、さあここはなんとか我慢して EX スラッシュは食らいたくないと。ここで当たる、これは死んだっぽいな、さすがに死なないか。さあこの状況が本当に強いこのキャラ、ジョー東、まだガードしてゲージを貯めるだけかと思ったが、まだやる、
いやーでも確定でしたね、もう。あのハリケーンの性能と EX タイガーいや相性がいいですね、本当にいいですよね。さあどんどん入っていく、一気にダメージ。さあこの間合いが本当に強いですね。この前をキープして飛び込むかハリケーンアッパーを打つか体育を打つかという読み合い。ここはタッチ入りから馬乗りバルカンパッチでセットプレーはメイクリー。しかしこれは当たらず、うわースライディングがなんかメイクリーヒットしたような形になっている。さあいやーいいコンボが決まる。マジか、そんなないの、これ死にますね。はいはい、もちろんまだまだ続くよと。なんだこれ、不走目なんだよ。ババババ初期さん、はい、知らなかったんですか。初めて知ったっぽい。いやまあこういうこともね、よくある、よくあるです。よくあること、ということですよ。はい、まあ事故率がというか、まあこういうワンチャン率が、ね、本当に高いゲームですので、コンボ制度次第では本当にこういうことになりやすいですね。そうね、そういえばそうでしたね。はい。さあ対するひもじょうさんはここはもうちょっとゲージも温存したいような感じですが、難しいとこですね。体力がまだ半分ありますからね、まあ、ハンドラぐらいは使いたいなっていうところですかね。ただパワーゲージだけでも結構減るキャラなんでね。さあすごいな。煮詰まってますね。いい判断してますね。さあこうなってくるともうパナシも怖くなってくる。もうそうですね、ゴロさんはとりあえずもう何でもありみたいな、何でもありですね。はい、しかし先ほどはもうジョーにやられましたからね、はい、お返しとばかりにジョーで、うわー当たりそう、なんかなんだなんだ気持ち悪い。ゴロさん超気持ちよさそうだな。気持ちいい。さあジョーでやられた彼はジョーで返すと言わんばかりの立ち回り、ね、これはうまい、スライディングヒット確認、 EX 爆裂からいろいろドラゴンダンス、鋭いところが見えましたね。いいですね、いい動画ですね、これは。はい、取れ高バッチリでございます。それともさあ確かにフォックスが、またもこの対決フォックス対ゴロ、無傷で計算を出すのか。はい、ホックさんはまだ2ライフ残している。前回の大会ではなんと空手にですねやられてしまいまして、あーはいはい、いやかなりちょっとね苦い思い出になってしまってるんですが、ここで払拭できるかどうか。ホックさんはどう思ってるか分かんないですけど、完全にちょっとライバル的な、そうですね、因縁の対決ですよね。あの前回の大会でも言ったんですけど、エボの方でもねフォックスにやられてしまっているとはい、はい、そうですね、ことで、あこれはもう一度というか、はい、一矢報いたいところ、春頃さあ本当に、まあ、ジョーの天敵といえる空手、これをどうするか。そうですね、フォックスは、ね、はい、まあ、もちろん空手が一番。さあまず攻めていくのはフォックス、はい、さあ最速でフォックスを出していく。あれフォックスさんですよね、あれがもう代名詞と言っていいですね。もうラシッドさんに続く、はい、フォックス、もうプレイヤーネームが技名になっちゃってるみたいなことになってますが、さあ早くもパーなしていく、もうバチバチですね。最初からクライマックス、お互いガンガンいくタイプなんで、こういうのこういう試合見てるとすごい面白いですね。面白いですね。いやうまっ、まあやっぱりああいうことしなきゃいけなくなってくるんですね。まあそうですね、この前の展開だとどうしてもダメージを、スラッシュをうまく避けて攻めていく、はい、投げて前転で受けるタイガー相打ち、あいつか EX ショーランになぜかスラッシュが刺さって爆裂ハリケーンかかと、そのまんまの技名ですね。はい、これを取ったのは本当にでかいと思いますね。しかしチンゲンサイ、フォックスのチンゲンサイ、さあ本当にチンの使い方本当にうまいですね。そうですね、本当大胆かつ、はい、丁寧というか、
尖った部分を押し付けたり、うまいですよね。まあ、それがやっぱ強いキャラなんでね、はい、中段をどんどん当てていくっていうのがやっぱり、だここはもう最速でゲージ入ってるのを倒したいところだが、まあ、ちょっとコンボを見せてしまってゲージがゼロ。さあそこから五郎さんが巻き返しを図っていく。うわうまい、うわあ、これは死にますね。多分死にますね。使えばこれは、あーどうだろう、あー微妙かな、あー死なないな、死なないですね。あ死ぬかも、あ死んだ、もう死ぬか死なないか分かんねえな。あギリギリ死ぬわこれ。さあ初期さんちょっと信用ならないですねこの人本キャラのはずなんですがねあれ死ぬ死なないあれあれみたいなうんしょうがないです、分かりづらかった今の。はい、というわけでまあゴロさんがかなりのリードを奪っている。そしてシェンウー、いやーこれは美味しいですねゴロさん。画面端脱出壊しからの発動、これはおそらく2ゲージ使わないと死なない。そうですね、これどうするか使っていく、使っても死なないですね。死なない、ギリギリ残って、ギリギリ。さあこの後投げ返す、飲んでいかない、さすがにゲージを貯めに行く。4ゲージあるわ、いやあそこに反撃しようとするとああなるんですよね、反応が遅れると。しかし発動のゲージが足りなかったですね、はい。まあ、これで結構粘ったんでシェム側のゲージが溜まってるんでまだ分からないが、まあ状況的にはかなりゴロさん有利ですね。はい、壊し最速でこすって当たるこれ死にますね、さすがに死にますね。バーンから、はい、バクシンからのネオマ、さあかっこよく決める。まあまずワンライフ目が消えて、これどっちがいいか、もう一回言ってもいいんだよ、ボックスか計算どっちがいいですか。さあレンコイン来ましたね、これは面白いですね。リベンジさせろと言わんばかりに。さあこれあれですね、ダブルエリミネーションで確かにウィナーズみたいなもんですね、はい、フォックスさんがね。さあこれで5分に状況が、まあ、本当なんか大会とか、まあ、大会ではまあゴロさん結構、はい、負けちゃってますけど、まあ、こういう風に結構いい勝負ですよね。まあそうでしょうね、数を見れば、はい、まあもう本当に初手のキャラ相性がかなりでかいんで、ね、初手を取った方がまあやはりこのゲーム特に有利な状況を作りやすいということで、まあここをどうするかと。最速で暴れる、後剣当たってここは逃げて、しかし恐怖のジャンプ CD、 端から端へ一瞬の出来事、走ってボックスガード、ボックスしっかり。さああれ意外と隙少ないんだよな、ああいう当たり方すると、はい。さあそして端がつらい、遅らせ逃げる。さあすでに2往復、ああこれ読んでいる、リュウコランブ決めて、今度はフォックスがなんと体力10割残して、こうなってしまうと本当にこの続くフォアもね、空手が辛いという。そうですね、これもやっぱちょっと乗っかりがね、はい、対する対処がややちょやっぱりあのめくりに対する対処法っていうのがやっぱ少ないキャラなんで、そうですね、さあここでそこをうまくしのがないといけないんですが、かかとが裏に出てしまってしっかり発動。ゲージで終わるかもしれない、終わるな、あ終わりますねこれは。冒険で残列でフィニッシュ。さあ五郎さんがもう嘆いている。さあ逆襲を受けて、しかしまあシェンウなんとゲージはあるんですよね、2ゲージフルドライブ、なりふり構っていられない状況ですね。いやもう状況はかなり絶望的ですが、このねやっぱ先方空手と対照戦というのは本当苦しいですね。思い切った行動をやはり咎めないといけない。ここで暴れ潰しになっている。ここは使って1ゲージで、そうですね、倒しきるかな、もちろん使う。パワーゲージを残しつつ、
ホークス中堅のチン。いやーこれがなー苦しいですよね。もうチンはなんか刺さったらほぼ、ね、ほぼ即死と。飲んでいく飲んでいく。これで 1.2 倍。しゃがみしいで暴れて投げを外す。ここで2度目当たった時に暴れちゃうとああなるんですね。そうですね。ダウンを奪って 1.1 倍。遠視矢打ち回転を読んでいる。しかしの EX 非常にうまいですね今のは。いやうますぎますね今のは。これで見えてきた。シェンウー同キャラ体力は十分、はい、さっきと逆のような状況ですね、はい、ゲージ状況はさすがにフォックスより。ここで天然を引っ掛けて1ゲージ逆に2択を制して。あー爆心爆心ここから。うわー発動1回目の読み合い。ここで暴れてしまった。さ あ, フォックスさあリベンジリベンジして、はい、最後は K さん。はい、いやー途中までかなりいい感じだったんですけどね。あの爆心が、まあ、難しいとこですね。はい、はい、本日ラスト試合、はい、フォックス対 K。 K さんは、はい、ホノイよりベニマル毛出し本キャラかな多分。そうですね、はい、フォックスも、まあ、変わらずだと思います。来日当初は相当 K さんにボコられたっぽいですね、フォックスは。はい、さあそれがこの、まあ、何ヶ月か経ってどんな感じに変わってきたのか。炎よりになんとチンをぶつけていく。まあ空手もチンもやや、まあ、きついんじゃないかと言われている炎よりですが、どんな立ち回りを見せるか。まあ、とにかく1回転ばせたればなんとかなるだろうということなんですかね。飲んで飲んで 1.2 倍 1.3 倍 1.4 倍あの距離で飲んで。さあ引っかかる。そうあの、ね、2機脚がね飛びに引っかかりやすいんですよ。これが詐欺飛びになって死んじゃうんじゃないのこれ。死んだ減りすぎなんか1カウントぐらいで5割ぐらい減りましたね。やばいな今までに。あいえ、さあこれがやっぱ強いですね。チン飲んでからの火力。さあしかしさすがに飛び込みが辛そう。これはネタを見せていく。距離がバックステイ。ああよくガードした。ガードした後はさすがに不利なので最速で暴れた K さんに軍配が上がる。画面端これはガーキャンじゃないや、前転で避けて中段が刺さってこれで5割減っちゃう。この後もさらにバンバンバンから読み合いが待っている。うわーバレ読みのたってみー得意技ですね。あれ得意技ですね。あれ得意技ですね。すぐやりますあれすぐさあこすりたくなるんですけど、もうベニマルっていうのが特にね今のはかなり良かったですね。選択肢としてはやはり D 投げを決めてしまえば相当な火力が出るんで、はい、こう歩く足からはいはい取っていきます。使っていますね。まずはチンゲンサイを倒して、はい、ゲームが始まらないと。 K さん苦しい状況ですがなんとか初手を倒して、これもまあ苦しいですね。かぶせをどうする。まあ全てはそこに集約されるわけですが、これうまい。これは EX 画面端運んでめくり見えない。ここでもう一回行けばこれ分からないぞ。さあこれやはり我慢してギャーキャン使う。投げてこちらもガーキャン。このパーなし。ガーキャンして、いやー苦しい。暴れ通信になってる。いやーここでオクラス投げから暴れていく。ガーキャン全てガーキャンにゲージを吐いて、こちらもガーキャン。やはり苦しいか。めくりに勝利。そして30秒残している。そうですね、よく逆に出しましたね。4割、5割近くは回復してるかな。さあシェンウー先ほどもう空手がガーキャンガーキャンガーキャンとしまくったので1位しかない。引っかかって絶撃剣からの
これはジャックバイツ相打ち、弱すぎるこのキャラ、この技。上半身無敵があるという噂ですが勝っているところあんまり見たことがないこの技。状況は本当に苦しい。一時これでワンチャンある。やはりつかないからの読み合い、ガーキャンで逃げる。おくらー、これはまだ死なないけど、多分死なないですね。あ、死ぬかな。行ったのか、行ったか、行ったのか、どうなのか、決まるのか決まらないのか、ギリギリきつくない。あ、行った、素晴らしい、できるできる。さあ、ケイさん、素晴らしい逆転。これも気持ちよさそうだな。いや、いい勝負だった、素晴らしい。いや、面白かったですね。いや、五郎さんの敵は打ちました。いや、素晴らしいですね、かっこよかったです。ありがとうございます。みんないいな、いい試合ばっかしてはい、じゃあとりあえず、いや、今回すごいですね、逆転劇とかギリギリで逆に立てしてとかいうパターンも多かったから、サーティーンらしいね、いい試合が多かったと思います。よかったですか。はい、じゃあ、まあ、とりあえず締めたいと思います。はい、第53回 KF サーティーンクライマックス紅白戦、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。